ハビエル・クルソン・ペレスは、プエルトリコ・ポンセ出身の陸上競技選手。専門は400メートルハードルで、自己ベストは47秒72のプエルトリコ、記録保持者。オリンピックの陸上競技と、世界選手権における、プエルトリコ勢初のメダリストである。クルソンは2009年ベルリン世界選手権の男子400メートルハードルで2位に入り、全種目通じて、 プエルトリコ勢初となる世界選手権のメダルを獲得すると2011年テグ世界選手権の男子400メートルハードルでも2位にハってに大会連続のメダルを獲得した2012年ロンドンオリンピックの男子400メートルハードルでは3位に入りプエルトリコ勢初となるオリンピック陸上競技のメダルを獲得した 2012年と2013年にはダイヤモンドリーグのツアーチャンピオンになっている。8月にベルリン世界選手権の男子400メートルハードルに出場すると、準決勝を48秒43の組3着で突破し、世界選手権の全種目を通じて、プエルトリコ勢初となる決勝に進出した。決勝は9代目のハードルを飛び越えた時は4番手。 くらいだったが、最後に追い上げ、48秒09のプエルトリコ記録を樹立して、カーロン・クレメントに次ぐ2位に入り、世界選手権の全種目を通じて、プエルトリコ勢初のメダルとなる銀メダルを獲得した。8から9月に、テグ世界選手権の男子400メートルハードルに出場すると、準決勝を全体トップで突破して2大会連続の決勝に進出した。 決勝は十代目のハードルを飛び越えた時は一位だったが、ゴール手前でデイビッド・グリーンに抜かれて四十八秒四十四の二位に終わり零秒十八差で惜しくも金メダルを逃した。二千十二年ビスレット・ゲームズ・プエルトリコ選手団の騎手を務めた7から8月のロンドンオリンピックでは、男子四百メートルハードル予選を四十八秒三十三の全体トップで突破すると、準決勝は フェリックス・サンチェスに次ぐ47秒93の全体2位で突破し、自身初となるオリンピックの決勝に進出した。決勝は9代目のハードルをアンジェロ・テイラー、フェリックス・サンチェスと同じくらいに飛び越えて優勝争いをしていたが、最終的にはフェリックス・サンチェス、マイケル・キンズリーに次ぐ48秒10の3位に入り、オリンピック陸上競技では、 プエルトリコ勢初のメダルとなる銅メダルを獲得した。3度目のオリンピック出場となった8月のリオデジャネイロオリンピックは男子400メートルハードルの予選で48秒53、準決勝で48秒46をマークし、共に組2着に入り着順で決勝進出を決めた。オリンピックでは2大会連続の決勝、世界選手権を含めると2013年、 モスクワ世界選手権以来となる世界大会の決勝だったがフライングを犯して失格に終わった。9月1日に今シーズンのダイヤモンドリーグ男子400メートルハードルのポイント対象最終レースとなったベルトクラッセ中立比に出場した。レース前のポイント状況はカーロン・クレメントが31ポイントでトップに立ち、クルソンは25ポイントで2位だったため、 このレースで優勝すれば3シーズンぶり3度目のツアーチャンピオンになれたが、結果は48秒79の2位で、カーロン・クレメントに0秒07及ばず、ツアーチャンピオンを逃した。セガの公式キャラクターであるソニックのファンで、クルソニックの愛称を持つ。ロンドンオリンピックに出場した時に、ソニックのタトゥーを入れていたので一部では大となり、セガの公式フェイスブックでも取り上げられた。 記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は、当時のものダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した、ポイント対象レースの数を意味する。優勝した、ダイヤモンドリーグの大会を記載。金色の背景は、ポイント対象レースを意味する。ありがとうございます。